どうも、ボビー・アートレザーのボビーです。えー、ね、雨の大阪からですね、大阪のあと、大阪のアトリエからですね、ライブでお届けしております。えー、もう週末ですね、もう本当に、えー、週末はちょっとね、お天気があちょっと下り坂いう感じでね、まあその分。 まあ個人的にはですねアトリエでですねじっくり制作にね向き合いますんでね雨が降ったらちょっとまあ何かねこの時期って出かけたくなるじゃないですかどのみちインドア派なんであれなんですけどねまあ今日はですね週末もういよいよ週末ですね週末ということですね趣味の話ということでね少しお付き合いいただければ幸いです。今日はですね カイフランク誰やそれって感じかなうんあのデザイナーのカイフランクのね、えー、ことについてですね、えー、少し、えー、お話ししたいなと思います、えー、カイフランク、えー、まああのこういうこういうあのなんていうんですか、えー、シンプルなね、えー、インテリアの えー、まあ、まあ、代表的なのはまあ食器ですねまあ、まあ、のアトリエに何かないかなと思ってねパッと見たらこれあのこれあのど,どこでもある,あるようなねまあパッと見たら100均でありそうなそんな普遍的なあグ、えー、カップですねこれ陶器のね、えー、これはあのビーカーっていう名前なんですね、えー、カイ・フランクの作品です。うん まあもうこれアラビアって言ってね今はもう手に入らないかなまあ今これ多分行ったらっていう,いうところとねえっとが今のアラビアインかなちょっとあの辺その辺ちょっとあの詳しくは分からないですけどまあ当時え僕もこれ何年20年ぐらい前かなこうやってずっとあの何でもに使ってますえービーカーというグラスグラスじゃないね あのコップもう紙コップじゃない紙コップみたいな感じかな。うん、であとはまあ普段自宅にね色違いでいろんな色のあるんですけどねこれ,これですね、えー、このグラスは毎日、えー、いろんな各色ね、えー、割れたら補充していう感じで、うん、これもカイ・フランクの作品ですね。普遍的なものですね形 えー、バランスとかあ、まあ、こんなような形ってほら人が「コップってどんな形?」ってこうほら漫画描く時とかイラストっかちょっとコ,コ,ップコップの絵描いてって言われて大体こんなような形があ多いかな、うん、こんなこんな形 <laughs>、うん、これのねこれいろんな形でねあの家,家の方あるんです家の方描いたらあるんですよねいろんなサイズ感の,あのちょっとこう。 おちっちゃいねあの日本酒を飲むぐらいの量のね多分あのちゃうもん飲むやろうけどねとかあの長いやつとかね要はこれよりでかいやつあとこれと全く同じのおこのガラスのとかね、えー、あとまあさっき、まあ、写真ありましたけどこの,あの食器ですかね皿,皿関係ねお皿関係大体これでパスタとかね、えー、いろんなあの要は、えーえー、写真で言うたら。 右側の方がお皿で左側の方がちょっとこうボウルっていうんですかね、うん、重ねてね、えーまあ、パスタとかあー、まあ、まあスープ類とか、ねまあ、カレー食べたりとか大体これ <laughs> 自宅ではこれ使ってますけどね、うん、あのー、まあシンプルなシンプルズベストみたいな感じでただあバランスが絶妙でね、えーまあ この金曜日の時に何回か前にお話ししたかもしれませんけど柳総理さんのデザイナーのデザイナーの柳総理のカトラリーから何からもろもろ多いんですよね自宅の方はまあアトリエにもその自宅から運んできたもんでねちょっとお客さんねこう打ち合わせする時とかなんかちょっとなんか食べようかという時とかは大体それ使ってますけど柳総理のね食器を使ってますけども。 でまあそれとこのカイ・フランクかな日本とフィンランドとちょっとね、あのー、違うけどちょっとね、えー、テイストっていうかまあ北欧ですよ、ね <laughs> まあ、あのモダンなデザインっていうかいろんなものを削ぎ落とした解体したあで、まあ、再構築したようなそういうデザインっていうかまあモダンデザインですかね60年代70年代60年代かなオップなデザインと同時に。 その対局としてあったのがあ、まあ、アルバーアルトとかもそうですしアルネ・ヤコブセンとかねそ,それと同時に同じ振り幅で、えーね、ここでも紹介した「パントン」とかねありますよね。うん、でまあ「マリメッコ」とかのね、えー、こういう柄とかもそうですけども、まあ、北欧のとかフィンランドとかので、ね、ちょっと寒,寒いようなところかな。 うん、行ったことないけどねなんかこうフィンランド店、えー、行った時ねこう,いうこういうフィンランド店行った時の図録なんですけどもねここにもまあ,あカイ・フランクの、えー、作品はねこんな風に載ってますねうんなんかデザインの原型っていうかね、えー、そういう感じですねやっぱこう体このね僕らこう体を使ってるでしょ体が感じる パッと持った具合とか感じるものとかね触覚っていうんですかね触った感じのがあのなんとなく覚えているような感覚でパッと触れるんですねこのこ,こ,これってねこれに似たようなもうなんか探したら多分あると思うんですけどちょっとこの具合が違うんですよね握り具合っていうかねもうこれももう何十年で僕もこれ使ってるからあれですけども。 あの家族はもう子供なんうちのね子供なんかもうこれで育ってますからね <laughs> まあ勉強とかは教えてやられへんけどこういうものを触ったり見たりすることでなんかこう感じてもらえればなとは僕も思いながらですねそういうことしかできなかったんでねまあこういうこれをですねえーちょっとずつね集めてえカイ・フランクを生活の中にね溶け込んで僕の性格 生活の中にはあ,あのー、そういう溶け込むようなデザインっていうか、うん、馴染むものっていうかそういうものはですねやっぱこう普遍的な無駄のないものが好きですね。あのー、なんていうんですかね、えー、無駄のあるもの、うん、無,駄がだ無駄がいい感じもあるんですよ。要はね、あのー、機能機能性の機能とかと同時に、えー、なんか美意識というか。 余白っていうのは僕がすごく大事にしているところなんですね。あのボビー・アトレザーやから言ってこう結構ねあのマキシマムな感じがするじゃないですか。けどやっぱり余白デザインの余白っていうのはやっぱ常に何、えー、かこう感じるようには、ね、そ,こそこでいころんな五感が、ね、それぞれの方に、えー、はこう五感がこうプロロッとなるような感じで、うん、動くようなものが僕は好きですし、えー、そこにいろんな。 なんていうのな主張っていうかあ,あのー、こういうなんでもそうしこういうねまあものですよね。そ,こそれが生活その人の生活の中に、えー、溶け込んでると人生の中に紛れ込むっていうかそればっかりがガンガンと出るんやらしいね、うんあのー。そういうアイテムっていうのがいいですね。うん、やっぱ そういういところです教えなんかこう感じるっていうか教えられるというかあ自分のこの仕事、ね、レザーの仕事を通してでもそうですけどおなんかそ,その人の暮らしの中にトッピングいい,いい人生の中のトッピングするっていうかそこに紛れ込んでもらうっていうか、ね、そこであのひっバーッと光を放つっていうこともあるかもしれませんけどもその中にそのものが光を放つというよりも。 それを身につけている人が身につけたときにあのパワーを放つようなそんなものづくりをね、うん、僕は心がけたいなと思いますし、えー、こういうデザインの原型というかあそういうものを普段触ったり触れたり、えー、見たりめでたり、えー、しながらですね、うん、あのそれは感じますね。やっぱりこういうコップ一つでもそうなんですけども、やっぱりこうこれに何かこう氷を 入れてロックグラス入れロックロックねっかちわったやつ入れてでそこに、えー、ねこう洋酒が入った時のコロ,コロコロンとやってる様が気持ちいいんですよね。うん、でまあそういう感じで、えー、なんかこう暮らしの中の彩りというかそこに、えー、押したり引いたりするこのあんばいというかねそういう風なものをですねいつも感じますね。 うん、まあこういうスカルリングでもそうですね、うん、あの普遍的なというかね、うん、いつもこう,うあるというか、うん、それはあの大事にしたいなと思いますね。まあそんな感じでですね、えーまあ、今日はあデザイナーのね、えー、カイ・フランクね1911年から1989年までね、えー、活躍された フィンランドを代表するフフィィンンンンララドドの両親フィンランドデザインの両親とも呼ばれてですねカイ・フランクのね作品のことをですね少しだけ述べさせていただきました、えー、それでは素敵なあ週末をお過ごしくださいボビーでしたじゃあねバイ